こんにちは。今日は昼夜公演なので、はい、お願いします。ミンティは何味？ね、ピンク、シャイニーピンク。これ何味なんやろ。ピンク味です。こんにちは。公演来てくれた方ありがとうございました。花火会行くよって待ってます。冠ライブに向けて修行。あと冠ね、全くやってなくて、まだちょっと26にね、ウィンクで冠ライブをやるんですけど、あれってもうあれですか、応募始まってる？どういう段階今みんなは。そう、ウィンクが再結成ということで、応募しましたって、ありがとうございます。めっちゃ楽しみ。でも全然まだ何もしてないからやばめ。ちょっとね、今日のお昼公演今終わったばっかなんですけど、ちょっとね、めっちゃ久しぶりにこの今回のポジションやって、久しぶりというか、あの下がったじゃない、1列目最前が解禁されたから。だからあのうちらのポジションも後ろに下がったんよ、ちょっとあのソーシャルディスタンスのために、客席とステージの。それで初めてやったからね、ちょっとねやばかった。ずっともうやばかった、もう過去一レベル。この N 公演で過去一ってくらいちょっと頭真っ白になって、よかった。怖い怖い。後ろにスライドするだけでは何が違う、なんかスライドするところとしないところとかまあいろいろあるんよ。別にさ、その最前メンバーがめちゃめちゃ前に出てなかったら後ろに行く必要ないじゃない。だからそういうところは別に変わらんし、でも変わるとこもあるし、なんか変わるっていうのもなんかどれだけ変わるっていうのが全部一緒じゃなくて、これはここにしようとか、そういうのがもうバラバラやからさ、もう一から覚え直しみたいな感覚ない、ミカナは。もっと容量のいい人は多分そんな難しいことじゃないかもしれんけど、ミカナはすごいね、本当に覚えれなくて、そういうの激ムズです。夜公演の部屋に決まった。夜公演はね、どうしようでもあげたいな。ゲスやしユニット、どうしよっか。ポニーは無難すぎですか。見飽きました。ポニーかなーって感じ。ハーフアップ、ハーフアップはむっちゃ痛いのよ、頭が。で今日はちょっと頭痛くなりたくないので。ゆるめのツインテ、ゆるめは無理、公園ではいいけど、もゆるめにしたいんやけどね。今日一番先輩、そう、今日はドラさんが一番ベテランで、ミカナとレイコが一番ベテランです。
そう、今日ドラさんが5周年なんですよ。あれ1月21って何があった日ですか？なんかさ、え、ドラフトで指名された日ですか？覚えとけよって。え、指名された日、指名された日か。なんかさ、指名された日をその5周年とかの区切りにするのか、 NMB でのお披露目の日をするのか分からんよね。指名された日でいいの？お披露目はまたお披露目から何年みたいな感じ？なんかさ、この1月2月3月らへんめっちゃなんか毎年3周年4周年とか毎年言ってきた気がする、ま、ん？毎月言ってる気がする。毎年何回も言ってるから、どこがガチの区切りなんか分からん。そう、今日でね5周年、もう6年目だって。6年目だって。6年目ですよ。長いんかな、6年目って。小学校の6年、小学校分過ごしてるってことやんな。そう思ったらさ、長いよね。小学校ってさ、めっちゃ長く感じたから、まあ、それは年もあるけど、めっちゃさ、いろんな成長があったやん、小学校の6年間って。めっちゃいろんな体験してさ、もうそこで人間の基礎が作られるくらい長く感じだからさ、それだけの分、それと同じ月日がNMB で過ぎたと思うと長いよね。でも本当に子供のちっちゃい時の1年と大人になっての1年の速さが違いすぎて、体感が怖くなる。どんどん速くなるよって。そうやんな、そうやんな。みんなお話し会申し込んでくれましたか？待ってますよ。待ってます。今回もフル部数、一番多い部数でやらせてもらうので、たくさんお話できます。おすすめの日、ちょっと日程とか本当にごめんなさい、ちょっとまだちゃんと見てなくて。なんかみんな結構何日に何の服着ますとか決めてるけどさ、そういうの決めたことなくて、なんかめちゃめちゃ先の予定って立てれんくてさ、生きてるって思うちゃいません？なんか1週間後とかやったら別に立てれるんやけど、1ヶ月後とかの予定は立てれんくて、なんか現実味なさすぎて想像つかんというか、
決めちゃって大丈夫ってなっちゃう。それでオッケーって。でもミカナは気まぐれでコスプレしたりするから全部着といた方がいいんちゃう。ね、全部応募するといいんちゃう。それができんから言ってるやんな、スケジュール的にとか。一個だけいけそうっていう方はもう運に任せてください。気まぐれでなんかやるかもしれない。なんかね、リアルでのイベントもあるんかな、今回ちょっと分からんけど。ミカヒ、ミカヒのコスプレ買わないと。なんかさ、前24時間でさ、YNN のやってさ、え、これってどっかに返しちゃいますかって聞いて、欲しい、買い取りますって言ったんやけど、買い取らんままちょっと終わっちゃって。ももちゃんと撮影してても嬉しかった。そう、ももちゃん、伊藤ももちゃんのねブランドのプロデュースされてるシェリーミーの撮影をこの前して、それもねまたチェックしてください、公開されたら。可愛い服いっぱい着た。モーズニャン。モーズニャン。そう、フーリーちゃんも3人で撮影した。なんかミカのさ、あんまさ YNN でさひどいコスプレしたことないよね。結構同期とかがあのひどい目に遭ってるんやけど、ミカナってなんか割と綺麗めなのばっかな気がする。いつか来るかもしれない。今着てる服どこ、今のはこれでいい？誰も足まで見せろなんか言ってないよね。どこのって聞いたら。またインスタかなんかに載せますわ。まあインスタやと思いますけど、これでしょ気になってんのは。載せますわまた。その真っ白が好きで、全身白が、冬の全身白が大好き。なんか全身白といってもなんか白のさ、なんやろな、なんか羊みたいな白あるやんか。なんていうの、カフェ系の白じゃなくて、最近街で多いのはそっちだと思うんやけど、そっちじゃなくてこういうなんかもうスウェットの白とか、もうこれちょっとアイボリーなのよね。で下が完全なる白だから、この白の色違い、白って200色あんねんけど。あんねんけど、その白のね微妙な色が違うとめっちゃ気持ち悪いから好きじゃないけど、完璧な白、まっさらな白の全身白が大好き。すいません、ちょっとあのアンミカナに塗っちゃって、すいません、ちょっとアンミカナが出ちゃったと思うんですけど、
アイボリーがねあんま好きじゃなくて、白って200色あんねんけど、そうそうそう、15分経ったのでもうすぐ終わろうかなと思いますけど、いいですか。髪型どうしよう、ポニーかな、ポニーかな、お団子とか。ゲスなんよ、ちょっとゲスい髪型しよう。何ゲスい髪型って。あと1時間やって公園出なくてもいいならいいですよ。いろいろ準備があるので、今日ねちょっとこれしようかと思ったんやけどやめた。ショーマンでさやってたんよ。でもそうこうやってね片寄せ片寄せさん片寄せさんしようと思ったんやけど、これショーマンでやってて、あのショーマンの時の写真見返したら、このどっちにかけてた、どっちに寄せてたっけと思って、ショーマンの時と一緒にしようと思って見返したら、この片寄せしてる写真がなさすぎて、なんでかっていうともう嫌すぎて写真も撮らんくらい嫌やったからしてなくて、 それほど嫌やったならちょっとやめとこうと思ってやめました。そう、片寄せさんはねちょっと似合わないから片寄せさんよりはこうやって両方ある方が好きなんよ。巻き下ろし好き、巻き下ろし嫌い。じゃあちょっと終わります。夜公演来る人、来る人、はい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 、もうまあみんな来ますよね。全員来ますよね。ほな終わります。バイバイ。ランキング読まないと怒られる。誰に？みんなに。怒られる。13位りなちゃん、12位青い豆腐、まずそう、11位マスオさん、マスオ TV ってこと。10位ガミさん、9位ミカナ大好き、8位ナオユキさん、7位モノポンさん、6位ユウさん、5位リホちゃん、4位シャドウさん、3位ゴンちゃん、2位シキさん、1位ポムちゃん。あれマスオ TV マスオ TV ではなく、ありがとうございました。また、はい、はい、また、ありがとうございました。バイバーイ。切ります。